こんにちは、ミカです。トースターで作れるお家で簡単本格パンという本を出版しました。オーブンがなくても初めての人でも手軽に美味しいパンが作れるレシピになっています。美味しくって楽しくって幸せになれるパンを一緒に作っていきましょう。今日はスプレッドパンを作ります。本にはこねる作り方とこねない作り方を載せていますが、今回はこねる作り方をご紹介していきます。まずパン作りの工程から説明していきます。主に9つの工程に分かれています。だいたい3時間ぐらいで焼き上がります。まず1番の計量する、2番の生地を作るから始めていきます。ボウルに強力粉を計量し、インスタントドライイースト、砂糖、塩はそれぞれ小さい容器で計量し、その都度加えていきましょう。よく混ぜた後に水と卵を加えていきます。粉気がなくなるまでしっかり混ぜていきましょう。粉気がなくなったら生地をテーブルに出していきます。ボウルに残っている粉や生地もしっかり出していきましょう。まだ材料が混ざりきっていないのでもう少し混ぜていきます。手のひらを使って大きくテーブルに生地をこすりつけるようにして材料を混ぜ合わせていきましょう。この時なるべく指先は使わないようにしてください。指先に生地がついてしまうと取れにくいですのでね。手と一緒に生地が戻ってくるようになったら今度はこねていきます。一度手のひらの中で回転させて生地を丸めていきます。右手で左斜め奥に転がし戻ってくる、左手で右斜め奥に転がして戻ってくるという形で V の字を描くように生地を力強く転がしていきましょう。だんだん生地に弾力が出てきます。生地の変化を楽しんでみてくださいね。弾力が出てきたら生地の状態をチェックします。引っ張ってみてください。ゴムのように弾力があればこね上がりです。冷蔵庫からバターを出してきてカードで細かく切っていきましょう。生地に包んでバターを混ぜ込んでいきます。今度は手でしっかり生地を掴んであげて台にこすりつけるようにしてバターを混ぜていきましょう。表にバターが出てきてしまっても気にせずにしっかり混ぜ込んでください。バターが完全に混ざりましたら生地を丸めていきます。テーブルに打ち粉をします。その上に生地を乗せて横からくるくる巻いていきます。巻き終わりを上横長にしたらまた同じように巻いていきましょう。生地の表面がピンと張るまで数回繰り返します。したら今度は縦長にして手前から2つ折りにしましょう。合わせ目をしっかり閉じます。ボウルに入れて乾燥しないように上にラップをかけて発酵に入ります。室温に40分から60分を置いておきます。60分経ちましたので生地が出来上がっているかどうかチェックをします。人差し指の第二関節まで粉をたっぷりつけて穴を開けてみましょう。穴の大きさが変わらなければ発酵完了です。打ち粉をしたテーブルに生地を出して手のひらを使ってガスを抜いていきます。優しく数回生地を押してあげてください。そしたら6分割をしていきます。まず目分量でガイドラインをつけます。カードを使ってカットしていきます。カードはテーブルに向かって思いっきり押さえてあげたら手前に引く、もしくは向こう側に押すという形で切っていきましょう。今回は目分量でカットしますが、かかる場合は1個 49g です。生地を休ませます。まず生地を丸めるという作業をしていきます。先端からくるくる巻いて2センチくらい手前で左右から生地を持ってきます。周りから生地を持ってきてつまんでください。また同じようにやっていきますね。先端からくるくる巻いて両サイドをくるりと持ってきたら、さらに周りからね生地を持ってきてつまんでいきます。上にふんわりとラップをかけて10分間休ませておきます。成形をしていきます。テーブルに打ち粉をして閉じ目を上にして生地を置きます。綿棒で手のひらより一回り大きいくらいの円形に伸ばしていきましょう。8等分になるようにガイドラインを入れましたら、生地の周りから中心に向かって2センチの切り込みを入れていきます。必ず中心に向かって入れるようにしていきましょう。切った部分を中心に折り曲げます。片方の端っこを指で押さえて、押さえた方の隣の生地を重ねていきます。最後は一つ手前の生地の下に入れましょう。アルミカップの上に乗せていきます。もう一個やってみますね。閉じ目を上にしてテーブルに置いたら、綿棒で手のひらよりも一回り大きいくらいの円形に伸ばします。厚さを揃えるようにします。
定でなくて構いません。8等分のガイドラインに置いておいていきます。外側から中心に向かって2センチの切り込みを入れていきます。カットした部分を中心に向かって折っていきます。片方の端っこを指で押さえ、押さえた方の隣の生地をさらにまた折っていきます。残りも同じようにやっていきましょう。最後は最初に折った生地の下に入れ込みます。最終発酵をします。室温で40分から60分置いておきましょう。生地が乾燥しないようにふんわりと上にラップをしていきます。天板に乗らない分は冷蔵庫に置いておくといいですよ。60分経ちましたので焼いていきます。指先に打ち粉をつけて中心部分をへこませていきましょう。生地の周りに卵を塗っていきます。中心には塗らなくていいです。180度のトースターで10分焼いていきます。途中焼き色を見て温度を上げたり下げたりするようにしていきましょう。焼き上がりました。トースターから出していきましょう。やけどをしないように気をつけてケーキクーラーの上に出していきます。このまましばらく冷ましていきます。仕上げます。しっかり冷めましたらお好みのスプレッドを乗せていきましょう。中心にたっぷり乗せてあげてください。甘いものだけではなくツナや卵などお惣菜パンにしても美味しいですよ。ぜひいろんなものを乗せて楽しんでみてください。ではまた。